にちは、あがりでーす。今、仕事帰ってきて深夜なんだけど、お腹空いた。もう深夜だし、どうしようと思って、私ずっとやってみたかったことがあるの。それは、一蘭大食いチャレンジ。一蘭に私あんま行ったことないんだけど、私どれぐらい食べれるんだろうと思って、ちょっと今から深夜にぼっちで一蘭に行ってたくさん食べてこようと思います。今日はもう本当にお仕事疲れて頑張ったから、たくさん一蘭で食べたいと思います。明日ジム行くから、なんかもうちょっといっぱい食べてこうと思って。ということで、一蘭へレッツアゴー。どうする？くりく、着いた。これから一蘭替え玉チャレンジやっていきたいと思います。うちは麺の食べ方が、前も動画でうどん食べた時に麺を途中で噛み切ったらダメらしいのね。それずっと知らなくて、多分誰も気づかなかった、もしくは美味しそうに食べてるからちょっと言いづらと思ってたのか知らないけど、それでコメント欄で言われて初めて知って、そっからたまに麺の食べ方気をつけれる時もあれば、美味しいと思って食べちゃうと噛みちぎっちゃうので、今日は麺の食べ方を綺麗に綺麗に食べることも意識したいと思います。もう切れちゃった、もうついた、お腹すいて死にそう、マジで死にそう。じゃあ失礼いたしました。はい、お腹が空きすぎて死にそうです。待って、水は？みんなの平均がちょっと分かんないから調べる。ミラーの替え玉女性平均。最低1回、最大3回、最高4回。よし。よう分からんけど、普通の感じで食べます。いただきます。綺麗に食べよう。うまいな。しかもこの個室感ね、素晴らしい。喋ってても誰かと喋ってると思われるから。うん、食べ方綺麗だね。たまらない。一蘭いつも食べると少ないなと思って食べるから、私はね結構いけそうな気がする。本当はさ、ご飯とかさ、ゆで卵とかさ、チャーシュー食べたいんだけど、ちょっと替え玉ガチで結構いかないと、うちのプライド、食べ物大好きプライドが許さない。もう食べれるよ、もう終わる。来ました。よし、で替え玉を頼むんだよね。私あんま一蘭のこのシステムも分かんないの。替え玉ちょっと固めにします。私固めが好きなので、固めが好きなので、で追加メニュー、まあ、ほんと最後はご飯とか食べたい、あとチャーシューも食べたい。ニンニクとか絶対美味しいな。キクラゲ、チャーシュー、ネギ、メンマってなかったっけ。ないか。ちょっと味変えるために追加ニンニク、次これにします。どうやってやるんだろう。はい、お客様はよ、失礼いたします。お客様、お客様いただいたら、はい、なんか余裕な気がする。5は行きたい。今日のメイク可愛くないですか。メイクさんにやってもらいました。ちょっと目充血してば。テンパな。みんなどれぐらい食べるんだ。4、5杯。うわぁ、4、5杯は絶対行きたいな。頑張ろう。お客様は前を失礼いたします。ニンニク追加します。固め。固め美味しい。最高。最高。
もう終わる一周目替え玉一周目かそう考えるときついかも。なんか私種類によって大食いできるのとできないのとあるんだよね。わかる。焼肉とかはできる、お寿司もできる、ピザとかは2枚とか食べれるんだけど、このでっかいの。でもそれこそドーナツとか何個も何個も食べれない。言うてうち大食いじゃないのかな。人よりはちょっと多いと思うんだけどね。同じものを多く食べるのは無理かも。マックとかも同じバーガーを食べるのはちょっと無理だけど、違うバーガーだからなんか食べれる感じする。で、替え玉いきます。固めも美味しかったけど、ちょっと変化つけるために基本にします。チャーシュー追加します。基本とチャーシュー。替え玉2個目だよね。いきよー。最高。熱くなってきた。やっぱり食べ物を食べるとポカポカしていきますね。チャーシュー食べたかった。チャンス食べます。ごめんなさい、私は美味しく食べれたら何でもいいです。あ、今回で買えたもなんか多い気がしちゃう。大丈夫。チャーシューいただきます。これ本当にやりたかったの。その深夜に一人、勇気が出そうで出なかったこと。勇気出ました。食べたすぎた。こういう大人の楽しみ方最高だよ。無心でこれを食べてる。そして美味しい。たまらないんだよね。真顔で食べる。ただひたすら欲のままに。ラーメン巡りとかさ、したいと思ったことない？私結構中学の時からさ、友達とラーメン巡りしたいねってさ言ってたのけどね、実行してなくて。美味しいラーメン見つけると結構ウキウキする。しかもラーメンってさ比較的安いじゃん。基本のが食べやすい。固めにするとちょっと重い感じしちゃうから、基本でいきます。ちょっと抹茶の杏仁豆腐を炒めます。しょっぱいものの次は甘いものを。甘いものの次はしょっぱいものを食べたくなっちゃう骨なんで、それでいきます。はい。最初基本食べて、次硬いの食べて、硬いのが1個目、今2個目。何回食べた？まだまだよね。お客様、前を失礼いたします。余裕そうなんですけど、少し抹茶プリンを食べます。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。うん、美味しい。うん、超美味しい抹茶人形。うん、一番だよね。食べ方ちょっとぐちゃぐちゃと決まないで、私の好きな食べ方をします。そして替え玉きました。食べます。こういうさ、一人だけ用のさ席とかあるお店増えてほしい。でも増えてるよね。結構あるよね。調べてみたら多分ありそう。すごい焼肉とかある気がする。一人焼肉テーブルみたいな。うち一人で行けないものなんだろうな。海外でも、海外も韓国とか一人で行ったことあるからさ、さすがにヨーロッパとかアメリカとか遠くになると絶対無理だな。韓国もめっちゃ調べて行ったからさ、海外一人で行っちゃいたいな。うん、フランスもね、通訳さんとか現地のスタッフとか行ってもらったりとかしたから、やっぱその通訳さんいないと無理だわ。やっぱスムーズに動けない。怖いもん、言語が通じないって。うん、結構食べ方綺麗じゃない？結構うち上手に食べてるはずなんだけど。そう、終わります。まあ、塩分過多だ。もうね、来てる。体中を巡ってる塩分が。もうね、なんか手でわかる。このね、ここのね、指をこうやってやった時に、指と指の擦れ具合で、あ、塩分過多ってすぐわかる。もうむくみ始めております、私。なんじゃこれ、うま。抹茶、杏仁豆腐うまいわ。
合う。こっちで塩分味感じて、こっちはちょっと抹茶の甘すぎず杏仁豆腐っていうのもいいの。だけどその抹茶っていう部分が天才。何一蘭、一蘭ついた人誰、天才なんだけど。一人で一蘭で喋ってます。さあ次いきます。4枚目、まあ替え玉基本でいきます。千円札がない。1枚札出そう。ごめんなさい、すいません。1枚、はい、一万円出しても優しい。こちらの店員さん好き。お待ちしました。さあ、4つ目です。ちょっとだけ苦しいです。いや私はそんなもんそうよね。ちょっと私人より食べれるからと言って調子こきました。時間空けたら食べれるかもしれないけど、同じものはきついね。でもこれはいける。4つ目は何なんだろうな。ご飯食べた。私結構メンズとラーメンとかすき家とか吉野家とか大好きなんだよね。マックとか家でウーバーでチキン食べるとか大好きなんだよね。いいとこに行くのが好きなんだけど、逆にいいとこいいお店は彼氏っていうよりかは、うん、なんかお祝い事とかでは、まあ、いいとこでお祝いしようってなるんだけど、普段はほんとコンビニ行く感覚でなんかちょっとだるぎで食堂とか絶対ここ誰もうちのこと知らないじゃんみたいな、まさかうちが行けると思わんやみたいなぐらいの勢いでそういうお店で食べるの大好き。こういう一蘭とかも彼氏とか行った時は一蘭でなんか食べてるの超幸せだった。わかる。4つ食べたんだけど、替え玉結構その中で美味しく食べれる限界4つかもしれない。美味しく食べれるっていうのも大事だから、自分の量をね調節して食べることが大事ですからね。5杯目はちょっと苦しみながら食べそう、うん、最初からお米とか頼まんで正解だったわ。お米とか頼んでたら終わってる今。でももう全身からむくみまーすっていう言葉が聞こえる。はい、今からむくみます、明日は顔パンパンですっていう声が聞こえるもん。こんなにラーメンちゃんと替え玉したことない。楽しい。だってやっぱ一人でここ来るのも緊張して、やっぱちょっと緊張するみたいな感じだったの。けどね、来てよかった。もう無理酒飲みてー、喉いっぱい。よいしょ。私の美味しく食べれる限界は4杯でした。悔しい。他の YouTuber とか5杯とか食べてたからもっといけるんかと思ってた。悔しいですね。このラーメンの前にやっぱり結構食事を抜かなきゃ本領発揮できなかったかもしれません。スタバとグミチョコマドレーヌを食べて出てきたので本当にお腹空いてて、まあいけるやろと思って、そこを言い訳にしたいですね私は。いやでもこうやって挑戦するときに、いやでも私前にこうやって食べたからとかって言い訳するのって超ダサいですよね。マジごめんなさい。よく言ったじゃん運動会とかにさ、いや最近動いてないしマジでもう自信ないみたいな。だけどめっちゃ走ると速いやつとか、マジ本当勉強してないマジやばいとか言って普通に満点とか取るやつとか言ったじゃん。そういう感じで私も今言い訳しました。ちょっと悔しくて。えでも4枚もすごいよね。バグってる、バグってる。なんかこんなにできてんだけどさらにひどくなりそうということで一蘭替え玉チャレンジでした。バイバーイ。みんなもしてみてね。